芸能プロダクション SM エンタテインメントで A&R を担当する職員が、所属アーティストの楽曲に妻を作詞家として参加させ、役職を21085、脱された事実が遅れて判明した。あるメディアは6日、SM エンタテインメントの A&R ユニット長だった A 氏が、エクソやボアなどの楽曲に自身の妻が書いた歌詞を会社に知らせず採用していたことが発覚したと報道した。A 氏の妻が作詞に参加した楽曲はボーイズグループエクソやメンバーのベクヒョン、グループ内ユニットエクソ CBX、そしてソロシンガーボアなどの計15曲で、A 氏はこのような事実が判明した後、重い懲戒処分を受けた。SM 側は最近当該職員の不適切な業務進行が確認され、これと関連し懲戒措置を講じたと伝えた。出演&のマスク騒動イムヨンウン所属事務所のコメントに大韓禁煙学会が適切な謝罪文ではないと指摘。騒動後、事務所側が数年前に葉巻タバコをやめてから使ってきた電子タバコを楽しもうと、日頃からニコチンが含まれていない液状のものを並行して使用してきたと説明。学会側はこのような発言は青少年や国民に誤った情報を与える可能性がある。ニコチンが含まれていない液状型の電子タバコには一級発がん性物質が多数含まれており、超微細なホコリが多量に出てくる。これによる間接喫煙の危険性は存在すると説明。百草芸術大賞公式 HP で行われている人気投票、6日午前現在の集計による順位。男性。1位キムソンホ、2位ソンジュンギ、3位キムスヒョン。女性。1位ソイエジェ、2位シンヘソン、3位キムソヒョン。バイウィットエンターテインメントの次のデビューグループ入りと見られる練習生が公開されていて話題に、インスタグラムのアカウントにはパンシヒョク氏らプロデューサー団がフォロー中。レオ、サンバン、ジュニル。インヒュク。